ベルベジンの内原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段、程度などのお問い合わせはベルベルジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が3月の27日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、まずはオールドの白シャツ、白 T シャツですね。はい、こちらアレン A と入ってますね。サイズがトールの L サイズ、ちょっとね丈が若干長めかもしれませんが、いいですね。このあのパイピングといいますか、この T シャツオールドです。そして珍しいのがちょっとねこのラグランです。はい、形がこれ非常に珍しいと思いますね。はい、L サイズ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。うん、なかなかね古いヴィンテージの白 T、 なかなかいいのないですね。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、バンド T です。レッドゼッペリンですね。こちらがラージサイズ、黒ボディで、はい、少しねフェードしたる雰囲気といい、まあこのねピクチャーのプリントもかっこいいと思います。両面ですね。はい、少しね下の方とか少しこうポツポツダメージはありますが、まあ雰囲気系と思っていただければ。ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。レッドゼッペリンで、こちら12800円に消費税です。はい、続いてもバンド T シャツですね。はい、こちらフィッシュボーン93年の、はい、T シャツです。そしてこちらが、はい、こちらラージサイズですね。白ボディで、はい、程度もいいですし、プリントもね可愛いですね。はい、後ろは無地になります。ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。うん、程度もいいです。はい、こちらで19800円に消費税です。はい、続いてはフルーツオブザルームの XL ですね。はい、少しこうダメージが出てる雰囲気系ですが、こちら、画家ですね。そして後ろがカート小判です。はい、もう背中にドーンとカートの顔がねピクチャー入っております。 XL なのでちょっとねフルーツの XL ちょっとゆったりめですよね。はい、まあダボっと着るにはこれからのシーズンめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。雰囲気抜群です。こちら39800円に消費税です。はい、続いてもパンクバンドですね。はい、こちらがよいしょジャイアンツのラージサイズ、はい、ザオフスプリングス、まあ、パンク系のバンドですけど、まあこのねスカルの、プリントなんかもかっこいいんじゃないでしょうか。黒といいますかちょっとグレーっぽくね、色がフェードしてます。サイズ感、僕がちょうどいいサイズ感ですね。うん、お好きな方はぜひ。はい、こちら15800円に消費税です。はい、そろそろね半袖シャツのシーズン入ってきました。うちもね結構並べてます。こちらオールドタグですね。サイズミディアムサイズ、そしてストライプ黒ベースですね。めちゃめちゃかっこいいんですが、ここで残念なのが胸元ちょっとだけここにリペアがあります。はい、後ろもね後ろは程度いいですね。これで L サイズだったら僕間違いなく欲しいかなと。はい、このストライプかっこいいんじゃないでしょうか。うん、100% コットンでこちら、7800円に消費税です。はい、続いてはディッキーズですね。ディッキーズのネルシャツです。サイズラージサイズ、はい、まあ、このね赤黒白の、はい、まあ普通のネルでは、ね、あまり見かけない柄だと思います。はい、そしてラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。色の雰囲気もね抜群にいいと思います。はい、ディッキーズのネルでこちら7800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンのシャツですけれども、はい、サイズ XXL です。かなり大きめですね。はい、100% コットンのグレーの、まあ、いわゆるシャンブレーシャツですね。そしてチンストついてます。うん、チンスト付きのシャツですが、結構ね生地感もしっかりしてて、まあ、XXL なのでかなり大きめです。ダボっと着たい方にはぜひおすすめですね。はい、こちらで、6800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンセーターですが、ラージサイズ、はい、赤白青ネイビーと4色使いのボーダーは、はい、うん、ラージサイズ、僕はちょうどいいサイズ感じゃないでしょうか。ちょっとダボっとしてプリン、あの色もねボーダー柄も可愛いです。まあラルフらしいボーダーですね。はい、こちらも7800円に消費税です。続いてはラルフローレンの、カーディガンです。サイズがミディアムサイズ、そして
カシミヤ 100% ですね。そして黄色、かわいいですね。まあ、僕もあのカーディガン結構好きで持ってます。ラルフのラージちょっとね大きめかもしれませんが、あ、ミディアムか、ミディアムサイズ、自分がちょっとゆったりになるぐらいですかね。うん、まあ、カシミヤなのでね、ボディはもともと結構高いと思います。はい、こちら15,800円に消費税です。え、続いてスウェットです。はい、こちらチャンピオン刺繍の90年代ですね。はい、そして前部エンジのボディですが、はい、グレーのラバープリント4段、これプリントいいですね非常に。はい、L サイズなので、うん、僕が多分ちょうどちょっとまあジャストぐらいですかね。自分がまあ着るなら XL を着ます。はい、ちょっとゆったりめで着れるサイズなんですね。はい、またリバースと違って、まあ、あの生地感もね少し柔らかくて着やすいと思います。前 V チャンピオン7,800円に消費税です。はい、続いては、はい、こちらが、ボディ FSS シート入ってますね。下の部分のサイズ表記は多分消えちゃってるんですが、見た目でいくと L から XL あると思います。はい、一応ねヴィンテージスウェットなんですけれども、ちょっとね 100% コットンではないです。これ多分ボディで、50/50 とかあと75/25ぐらいかもしれません。はい、でも雰囲気いいですね。ネイビーボディでラバープリント、そして両面プリントです。うん、かわいいですねプリント。はい、こちら7,800円に消費税です。あ、続いてもチャンピオンですね。こちら刺繍のラージ、先ほどと同じです。前 V、 そしてボストンユニバーシティの染み込みです。グレーボディに赤の染み込みボストン、うん、まあ、程度もいいと思います。ちょっとねこの胸元に少しだけ汚れがあるんですが、まあちょっとうちも洗濯はしてるんですけどね、何回か洗濯していただければ取れるんじゃないかと思います。ゆったり着れて可愛いですねプリント。こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてチャンピオントリコの50/50ですね。80年代フルジップパーカーです。グレーで、そして胸にラバープリントの、ワンポイント入ってます。そしてラージ、これ僕は、ね、多分 T シャツ1枚でジャストぐらいですね。はい、自分が着るなら多分 XL を選ぶと思います。そしていいのがバックプリントですね。バックのラバープリントですけど、はい、プリントも可愛いですね。うん、はい、こちらも7,800円に消費税です。さあ、リバースウィーブではないんですが、こちら刺繍のミディアムサイズ、形的にはリバースと同じこの脇もあります。そしてポケ付きの、はい、3つのスナップです。はい、これ結構珍しいんじゃないですかね。まあ、チンピオンという言い方してもいいと思います。ミディアムサイズなので僕はちょっと小さいですね。ボディの状態非常にいいです、うん、90年代こちらで、お安いか9,800円に消費税です。さあ、リバースウィーブいきましょう。トリコのエクストララージ、はい、グレーベースですが、はい、こちら同系色のね、チャンピオンマーク、そして通常のグレーよりね、どちらかというと何だろう、セメントグレーみたいな言い方ですかね。ちょっと変わった色目です。今日自分のねリバースもちょっと、普通のグレーではなくちょっと変わってるんですが、これもね色目変わってます。うん、しかもトリコエクストラージいいですね。こちら15,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストラージ、赤ボディで、はい、ウィスコンシン、そしてラバープリント、いい感じにひび割れてますね。はい、XL ゆったり着れます。赤ボディ僕もね赤大好きです。色がフェードしていくと非常にかっこいいです。こちら15,800円に消費税です。さあ、どんどんいきましょう。刺繍のエクストララージ、グレーベース、アイオワ黒の3段、これプリントかっこいいんじゃないでしょうか。アイオワだけでかくて下のね文字がこうサイズ感が違うで、しかもこうすごい大きくインパクトありますね。うん、このプリントかっこいいと思います。状態バキバキです。いいですね。15,800円に消費税です。はい、続いてトリコの WXL でかいです。グレーボディでラバーにプリントの2段ですね。はい、まあ、いい感じですね。このネイビーの雰囲気も、そして WXL、 しかもトリコです。かなりダボっと切れるサイズ感ですね。プリントも非常にいいです。状態もいいです。こちらは17,800円に消費税です。はい、続いてこちらトリコのエクストラージ、これねラージだったら僕本当買ってました。
はい、フロッキープリント、リバースイーブでフロッキープリントって、ね、結構珍しいと思います。しかもオレンジの、はい、しかもこのいい感じですね、このフロッキーが。 XL 僕はちょっとゆったりします。はい、僕は普段着てるのはねラージが多いので、まあ、XL だと気持ちねゆったり、まあ、今ね皆さんやっぱり XL が一番需要があるとは思います。はい、フロッキープリントで19,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストララージ90年代、はい、ネイビーにイエローのラバープリント、シンプルです。シンプルですけどこれぐらいプリントがねパキッとしてれば、あとボディの状態も非常にいいです。うん、かっこいいじゃないですかねこのプリント。後ろの状態も、はい、非常にいいです。こちらで、19,800円に消費税です。はい、続いてフルジップパーカー、人気ありますね。刺繍のエクストラージ90年代、白ボディです。ちょっとねここにシミが若干ありますが、はい、 XL、うん、ダボッと着れるいいサイズ感じゃないでしょうか。はい、フルジップパーカー25,800円に消費税です。続いてジャケットです。80年代ぐらいですかね、こちらのボディになりますが、はい、一応ね、コットンと裏がですねちょっと薄いネルのような素材です。はい、ただねスナップなんですけれども、はい、白に紺のボーダー、そしてねスナップはこのまたネイビー使っててね、サイズ的にはねおそらくミディアムサイズから、まあ、ラージのね小さめだと思います。僕が着るとちょっと小さいですね。はい、ただね、デザインといい非常にかっこいいかなと思います。ちょっとこう立ち襟のタイプですね。はい、こちらで7,800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのコーディロイジャケット、はい、セブンティーズの38になります。ベージュ、非常にね程度いいんですねこちら。はい、ベージュの38です。38はねちょっと僕は小さいんですけれども、はい、まあ、着れる方でも多いんじゃないでしょうかね。ベージュ、まあ、爽やかで合わせやすいです。70505で15,800円に消費税です。はい、続いてミリタリーのユーティリティジャケットですね。こちらが、98年のモデルになります。読めますかね。はい、そしてボディね黒です。黒ボディ、サイズがねちょっと表記がないんですけど42ぐらいじゃないかなと思います。僕が多分ジャケット、まあ、リバースの上だとちょっとジャストですけども、はい、着てもバッチリだと思います。黒で形もねかっこいいですね。うん、こちらで7,800円に消費税です。で続いて M65 ですね。はい、こちらがラージレギュラー、うん、非常に程度いいです。本当にねワンウォッシュかなと、まあほとんどノンウォッシュじゃないかなと思います。パキパキの状態、ラージレギュラーなので僕はちょっと大きめですね。はい、自分よりね体格がっちりしてる方ちょうどいいです。はい、こちら、はい、12,800円に消費税です。はい、続いても65ですね。はい、よし、こちらスモールロング、うん、スモールロングだと丈が長めです。ちょっとね僕はスモールちょっと小さいんですが、はい、細身の男性ちょっとコートっぽく着たい方には逆におすすめです。 S ロング M65 でこちら12,800円に消費税です。はい、続いてリバースイーブのパンツいきます。よいしょ、こちら刺繍のエクストララージグレーボディで、はい、こちらラバープリント入ってます。ちょっとねこの太ももの上ぐらいにちっちゃいダメージはあるんですが、リペアができる範囲だと思います。はい、よいしょ、ちょっと XL のねダボッとなると思いますが、うん、後の状態はね非常にいいです。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いてヒッコリーの、はい、これはデッドストックですね。80年代頃ですかね。はい、こちら一応42タロン、そしてはい、まあ、イレギュラー表記入ってますけど3630表記、はい、よいしょ、まあ、当時の値段がね12.98ドルって書いてますが、はい、まあ今はこれデッドストックです。しかも3630、ちょっと腰ばきで僕が履いて、要はレングス表記は30っていいですね。はい、長すぎずこの長さだったらちょうどいいと思います自分でも。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、ベーカーパンツ1本いきましょう。ベーカーもね最近程度のいいのがね少なくなってきましたね。はい、こちら
オールドタイプです。そして実寸が 29-31、はい、ちょっとね雰囲気系です、はい、でも状態いいです、まあ、ジーンズでね30とか31履かれる方でも履けると思います。股上深いですからね、はい、状態もいいです。こちら9800円に消費税です。はい、続いてスニーカー一足挟みます。はい、久しぶりです。アディダスのトーナメント、はい、こちらこのエナメルのね文字もしっかり読めると思います。インソールもちょっとこのパイルの状態的にも悪くないと思いますね。そしてまあこのねアディダスの、このフェルト、これは剥がれてしまってるんですけど、あとサイズですね、サイズが8です。そしてこれがまだ読めますし、かかともねそんなに削れてない。全体的な程度としてはねまだまだ履ける状態かと。少しだけねソールが少し硬くはなってますが、あとはまあなかなかねアディダスのこういう古い靴最近出なくなりました、まあ、キャンバスなんかもそうですしね、まあ、紐をねちょっと新しくうちの方で、変えさせていただいてるんですが、はい、トーナメントのサイズ8、赤ベースで 49,800 円に消費税です。続いて大人気ブラックジーンズです。はい、こちら501のブラックですね。はい、ボタンです。はい、真っ黒ですね。そして、ちょっとレングス長めです。ウエストが32のレングス36。はい、身長高い方、足の長い方ぜひ。あとはブラックジーンズなのでね、まあ、裾上げ多少は OK だと思います。はい、501ブラック、こちら12,800円に消費税です。はい、続いて505のブラック、はい、程度もいいです。ジッパーの、はい、そしてちょっと大きめの方、3630表記レングス30、素晴らしいですね。僕も普段3330か3430を履いてます。はい、レングスもねちょっと30でもねそんなに長くありません。合わせやすいです。はい、こちらで15,800円に消費税です。はい、続いて501の USA 製ですね。はい、もう全体的にフェード色はファーッとしてますが、はい、こちら3432表記、はい、ちょっと赤玉ね切れてしまってます、残念ですが、まあ、全体的にね状態がいい、まあ、ヴィンテージの色合いではないですけれども、こういった色合いがね好きな若い子おすすめです。こちら12,800円に消費税です。はい、続いても501の USA 製ですね。はい、こちらも足の長い方ぜひ、状態いいです。3436表記、実寸が33-33です。ちょっと縮んでるんですかね、はい、レングス長めです。うん、状態もいいですね。こちらも12,800円に消費税です。はい、続いて同じく501の USA 製ですね。こちらも状態いいです。そして3430表記、はい、僕のサイズですね、3330です、実寸が。うん、合わせやすいです。はい、こちらも12,800円に消費税です。さあ、ヴィンテージジーンズいきましょう。こちら501のビッグイン、はい、いいヒゲですね。これは好きな人多いんじゃないですか、ヒゲ。そしてちょっと小さくリペア、はい、膝の部分も両膝部分に軽くリペア入ってます。そして後ろなんですけれども、ここポケットの上の部分にリペアと、こっちはねちょっとリペアされてません、ちょっと穴が開いた状態です。まあこれも雰囲気いいと思います。はい、レングスはオリジナルのチェーンステッチ、これいいですね。実寸なんですが3431、ちょっと僕がゆったり履けるサイズ感ですね。パッチ表記おそらく、これひげがね相当出てるんでね、おそらくですけど3633表記、もしくは3533表記が縮んだサイズじゃないでしょうか。はい、僕もちょっと腰巻きして履けるサイズ感ですね。ひげ501のビッグイン、あ、しかもすいません、後ろこれ糸抜けてます、ということは黄色の面子、ウエストシングルなので多分ビッグイでも初期です。はい、こちら69,800円に消費税です。はい、続いて501の WX ですね。はい、こちら、隠しリベットがない最終形になります。はい、隠しリベットついてないですね。そしてトップボタン裏が J です。 J、でここのね、ちょっとアップで撮る、
ここにステッチが入るんですけれども、ちょっとここに今外れてしまってます。ただここに貫抜きが入ってた跡がないので、これは501 WX いわゆる最終ですね。ちょっとここリペアが入ってます。ただね、状態が非常にいいです。紙パッチ跡もうっすら残ってまして、後ろもアーケードもまあいい感じですね。はい、ほとんどダメージ箇所はないです。ここのねステッチ、ここはねもしよかったら、まあ、千葉のね三浦さんあたりにキュッとステッチ入れてもらえれば簡単に直せます。はい、そしてサイズがいいんです。ゴールデンサイズ3430です。おそらくパッチ表記が3532あたりじゃないでしょうか。501WX の最終、隠しリベットなしです。はい、こちら178,000に消費税です。はい、もう一本 501WX ですね。こちらも紙パッチ、はい、こちらは隠しリベットついております。そして前がここカッパーですね。そしてベルトループはオフセットですね。はい、パッチ見る限りちょっとギャラが入ってる雰囲気はねちょっと見当たらないです。通常でいくと、紙パッチのフロント前のところがここがカッパーだと、まあ、ギャラ入りというんですが、ちょっとね間かもしれません。過渡期、そして股に少しリペアがあります。ちょっとね内側にこう詰めてしまってるリペアなんですけど、もう少しね綺麗に直せるとは思います。はい、でもね全体的に色落ちもいいですし、生地の状態はかなりいいと思います。そしてこちらもサイズ3430です。おそらくパッチ容器はサブ632とか、ちょっとサブロックだと僕は少しゆったりしますが、結構ねこの辺探しのお探しのお客様結構多いです。はい、紙パッチのダブル X 158,000に消費税です。さあ、そしてセカンドですね。はい、こちらが、はい、ステッチが抜けております。そして下がチェーンなので、こちらは紙パッチですね。パッチはちょっと欠損してます。サイズなんですけど、これ女性のサイズです。下測ると32ぐらいです。なのでパッチ表記おそらく34ではないかなと思います。ただ全体的な色落ち、はい、紙パッチのいわゆるギャラですね、ギャラのこの辺のザラザラザラとした色落ち、はい、女性がねちょっと気持ちゆったり着れるサイズ感だと思います。状態セカンド 506WX こちらで298,000に消費税です。はい、この週末、遊歩道店ですね、ベルジン遊歩道店も入荷がありました。ベルベジンも、ね、引き続きちょっとねちょこちょこヴィンテージとかも入ってきてます。ぜひお店の方にご来店よろしくお願いします。